ロビー・クリーガーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のギタリスト、ロックバンドドアーズのメンバー。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第91位、2011年の改訂版では第76位。クリーガーがギターを学んだのは、メンロースクール在学時の頃で、ウクレレをチューニングし、 フラメンコギターのレコードを真似ることから始めた。あとの1963年にクリスマス休暇で訪れたプエルトバジャルタでフラメンコギターを購入、その演奏スタイルをマスターし、やがてブルースやジャズ等の音楽にも傾倒した。フラメンコギターの影響から5本の指すべてを使うフィンガーピッキングで演奏するが、ジャズの影響も強く受けた浮遊感のあるフレーズを得意とし、 そのロックギターのスタイルにとらわれない演奏から独自のバンドサウンドの構築に貢献している。ドアーズ時代はギタリストとしてよりもソングライターとして評価されている。ドアーズが発表した13枚のシングルのうち A 面8曲がクリーガーの作曲によるものである。もともとドアーズの音楽はリーダー格のレイ・マンザレクとメンバーの顔であるジム・モリソンの思考から曲調が暗く大衆性に、 かけるところがあったが、クリーガーが中心になって作られた、ハートに火をつけての爆発的な人気がきっかけとなり、バンドの知名度が高まったという経緯がある。ラブミー・ツー・タイムス、タッチミー、あの娘に狂って、等のヒット曲もポップ性に富んだチャーミングな作品で、ボーカルのジム・モリソンの魅力を引き出し、バンドの音楽性を広げるのに貢献している。 1973年のドアーズの解散後、クリーガーは、ドアーズのドラマーのジョン・デンスモアと共にバッツバンドを結成し、2枚のアルバムを残した。その後、マイペースにギタリストとしての活動を続け、2010年までに7枚のソロアルバムを発表している。ドアーズ解散以降、ギタリストとしての評価が高まり、ブルー・オイスター・カルトのアルバムに参加するなど、対外的な活動も多い。 息子のウェーロン・クリーガーもギタリストであり、1996年に結成されたロビー・クリーガーバンドにはメンバーとして加わっている。2002年にはレイ・マンザレクと共に、イアン・アッシュベリーをボーカル、スチュワート・コープランドをドラマーに迎えて、ドアーズ・オブ・ザ・21・ショートトン・センチュリーを結成。しかし、このバンドに対して、ジョン・デンス・スモアがドアーズの名称使用について訴訟を起こしたため、 ライダーズ・オン・ザ・ストーム、レイ・マンザレク・アンド、ロビー・クリーガー・オブ・ザ・ドアーズと名称変更を経て、最終的に、マンザレク・クリーガーと名乗った。幾度かのメンバーチェンジを経ながら、活動は2013年のレイ・マンザレクの島で続いた。ありがとうございます。